はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。マイミロ GB417 ことはーちゃんです。今回は、こちらのドーナツの手作りスイーツデコのストラップと奥のスクイーズの紹介です。まずは手前のドーナツのスイーツデコのストラップからご紹介します。これはかなり小さいサイズのドーナツで、とってもちっちゃくて可愛い感じの大きさになっています。で、こちらはリボンの感じのストラップ、リボンをつけているものです。ラッピングしたものはこんな感じになっています。一つ一つ丁寧に製作していて、ラッピングもちゃんとしっかり、後ろにはこんな感じでシールを貼っています。で、こっちは星のチャームがついている、星のチャームでハートがついてたりとか、これはカニ缶のやつですね、チャームです。これは私結構気に入ってるデザインの紫とピンクの色合いがいい感じのものですね。で、これもこんな感じです。はい、半分ソースがかかってるものと全部かかってるものがあります。これは私もバッグにつけている作品になるので、もしよかったら皆さんお揃いにしましょう。で、奥はこんな感じの手作りスクイーズになります。以前ご紹介した、おっとすいません、奥にこのね、以前紹介したケーキがあるんですが、こんな感じで、ちょっとね、机っていうか、これにぶつかっちゃいました、今すいません。で、これがこんな感じのケーキです。これはとっても低反発なケーキになるんですが、ちょっと最近というか、最近はカメラを固定して撮ってたんですが、今ちょっと手持ちですいません。ちょっと待ってくださいね。とっても低反発ですごいムギューって感じです。こういうケーキもとっても低反発ですね。で、これはチェリーとオレンジのデニッシュで、オレンジも今回初めて作ったんですが、スケルくんで作りました。これはくるみの乗ったケーキになります。結構低反発ですね。ということで、こちらメルカリで販売していますので、もしよかったらご購入お願いします。それでは、バイバーイ。